はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、スマホ決済キャッシュレスキャンペーンまとめということで、ペイペイ、折り紙ペイ、楽天ペイ、バンドルカード他ということで、今回もざっとキャンペーンが開催されているスマホ決済についてまとめたので、まあおさらいがてら見ていただければと思います。それではまず LINE Pay から、こちらはペイ特祭が開催されてますね。まあ実質最大 20% 還元ということで、まあ最低でも 18.5% は還元されるということで、で上限は最大5000円。そして LINE Pay アプリを通して決済すれば最大が上限が1万円までということですね。そして今回は LINE Pay カードは対象外。期間は6月の1日から6月の9日までということなので、まだ来週いっぱいは使えますね。次に PayPay。ワクワクペイペイというドラッグストアに特化したキャンペーンが開催されてます。まあ最大 10% 還元ということで、ソフトバンクユーザーであったりとか、ヤフープレミアム会員であったりすると 20% 還元されるというキャンペーンですね。あとは今回はペイペイチャンスもあるということで、まあ10回の1回の確率で最大1000円相当が当たるということです。期間は6月の1日から6月の30日までなので、まあ今月いっぱいなので少しは余裕はありそうですね。次に折り紙ペイ。こちらはいつでもその場で最大 3% オフのキャンペーンが継続するということでしたね。まあ銀行口座を紐付けすると 3% オフ、もしくはまあクレジットカードとかデビットカードを紐付けすると 2% オフになるということで、期間でいうと6月の1日から9月の30日までということなので、これはかなり長いのは嬉しいですね。次は楽天ペイ。こちらはキャンペーン期間中ずっと実質最大 5% 還元というキャンペーンですね。まずこちらはエントリーが必須で、次に楽天カードも必須、あとは上限は5000円までということで、期間も5月の15から7月の1日ということで、まあこちらも期間は長めになります。あとはまあこのエントリーページにもあったんですけども、第2弾の可能性も出てきてるということですね。最後にバンドルカードですね。まあ以前紹介したあの番号が表示されてないバンドルカードなんですけども、こちらは速攻でリアルカードを0円でゲッツということで、リアルカードの通常の発行がだいたいこちらのバンドルカードっていうのが、まあ、300円から700円かかるんですけども、今回は先着3万名様に実質無料で発行ができるというキャンペーンをやっています。期間はもうすでに始まっていまして、6月の16日までと決まっています。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。先週1週間皆さんどんなキャンペーンを使われましたでしょうか。僕はですね、前回の動画でもお伝えしたようにツルハドラッグで LINE Pay を使ってお得にお買い物ができました。本当に嬉しいですね。ということでまた明日月曜日からぜひまた頑張っていきましょう。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。